にちは、あかりんことしなあかりです。さあ今日はですね、7月のお気に入り紹介していきたいなと思います。それでは今日も行きましょう。あかりんの女子力動画スタートです。では早速紹介していきたいなと思います。だいぶ声治りましたよねはい、ということで今月ちょっと多めなのでちょっとやっていきますね。はい、じゃあまず一つ目はこちら、無印の、クリアケア薬用拭き取りローションです。ここのキャップの部分だけコットンでこういう風にプッシュしたらすぐ取れるようなものに変えてます。こちらも無印なんですけど、これ購入品紹介で紹介してからずっと使ってんねんけど、もう毎日使ってんねんけど、まず香りがすごいスッキリとしたいい香りで、こちらはですね、岩手県の盆石の天然水を使用したスキンケアシリーズのなんか拭き取りローションなんですけど、肌を清潔に保ってくれながらニキビとか肌荒れを防いでくれるような拭き取りローションで、古い角質とか毛穴の汚れを優しく拭き取り、肌に潤いを与えてくれるっていうようなものなんですけど、これがもうめちゃくちゃ良くて、ちょっとあえて今日洗顔まだしてなくて、朝起きてからちょっとこれで拭き取ってどんくらい汚れてるかっていうのを皆さんに見せてやろうと思いましてなんかアルコールとかは入ってないんですけど、もう拭き取った瞬間めちゃくちゃすっきりして、あ、なんか肌が健やかになったなっていう感じがめっちゃわかると思う。使った瞬間、これ使い出してからちっちゃいプツプツのニキビとかもすっごいできにくくなって、マジで買ってよかったなと思ってめっちゃ気に入って使ってます。なんかずっとカネボウのものを最近は使ってたんですけど、まあカネボウだとちょっと値段するやん、あれもめっちゃいいんですけど、あれちょっとこっちでもいいかもって思って、カネボウのはどっちかっていうとチュルンってする感じの肌のこう角質とかは結構除去してくれるなっていう感じはあったんですけど、こっちはねなんか油分とかもしっかり取ってくれるから、この夏の寝てる間めっちゃベタつくじゃないですか、あの感じが朝起きてこれやるとすごいスッキリするし、夜も洗顔やった後に拭き取るとあれ意外と汚いってなるんですよね、お風呂上がりとかに一番最初にやると。でカネボウのやつはめっちゃいいんですけど、私みたいに肌がちょっと薄っぺらい人とかだとピーリングとかしすぎるとさ、ちょっと逆にゴワついてくるみたいなことあるじゃないですか。こっちの方が角質除去とかは弱い感じがして、毎日使っても肌に負担がないなっていうので私は気に入って使ってるんですけど、はい、閲覧注意ということで、昨日洗顔したんだよ、しっかりしたからね、したんだよ、したんだよ、したけど汚いっていう感じですごいスッキリするんですっていうので、最近これをすっごく気に入って使っています。ではちょっとこの調子でスキンケア進めていくんですけど、スキンケアしながら紹介できるもん紹介していくわ。もう最近はもっぱらポイントスキンガーゼですね。楽なんですよね、もう毎日ペペペって貼っときゃいいから。では続きましてクレンジング紹介させてください。クレンジングはこちら、この前スキンケアの動画出してるんですけど、その時にも紹介したカネボウのメロウオフベイルっていう、カネボウから新しく出たメイク落としで、こんな感じのプルップルのジェルみたいなメイク落としになってます。これのね洗い上がりがめっちゃ好き。なんかそんなにこう突っ張ったりとかしないのに結構しっかりメイクを落としてくれて、なんかウォータープルーフのマスカラとかはリムーバー必須って感じなんですけど、なんかプルンって潤って、あと透明感が出る気がするから、私基本的にオイルとか使うとメイクしっかり落としてくれるから好きなんだけど、使い続けると乾燥しちゃうから、なんか日によってクレンジングも変えるようにしてるんですけど、これはねなんか毎日手に飛びたくなるようなクレンジングで、最近すっごく気に入って使っておりました。カネボウのこのウェイルシリーズめっちゃ好きなんですけど、これすっごく良かったです。やっぱねカネボウは本当になんかスキンケアもベース系も裏切らないよね、素晴らしいでございます。そしてスキンケア系でいくとこちら VT のリードルショットなんですけど、これ100、300、700っていう風にあって、何かというと見た目にはねわからない、髪の毛よりもすっごい細い針が入ってるらしくて、塗ると結構チクチクします。なんかチク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 って感じ、なんかこう美容針とかと一緒で肌に細い針で刺激を与えて針とかツヤとかを出してくれて、なんかね肌のキメがすっごい整う美容液なんですよ。でも結構痛いで、私今使ってるのは300なんですけど、最初使うなら100から使ってって肌を慣れさせていって、100使って慣れてきたら300、300使って慣れてきたら700みたいな感じでこう段階を上げていくようなものなので、今日は皆さんまだ使ったことない人も多いと思うから100を紹介してるんですけど、本当は化粧水の前にやるブースターやねんけど、これを使うとなんか肌がねピンってするというか、ちょっと使わせて、ちょっと見て、本当は順番間違えてない、ほんまはあれで化粧水塗る前に洗顔後すぐに塗ってほしいんですけど、まあ、こんくらい出しましてな感じで肌にのせていくねんけど、なんかね
本当にチクチクチクってすんねんけど、肌がピーンと張りが出るというか、なんかすごい癖になるのよね。ただ VT やから私安いんかなと思っててんけど、結構6000円ぐらいしてちょっと高めではあります。でまだお店で売ってるとこは私もさっきまあお店にあんま行けてないっていうのもあって見たことなくて、私は9点とかで見つけたんですけど、なんかこれを毎日続けてると肌の奥からこうバーンって跳ね返してくれるというか、すごいこれ塗ったところがこうパーンとするんですよ。さっきから擬音声マジ関西人っていうくらいこうなんか張りが出て、で張りによるツヤが出て、でくすみとかもなんか飛ばしてくれるみたいな。すごいね、美容成分もたっぷり入ってるみたいなので美容液としてすごい優秀だなと思いました。私今パックの後にやったけど、本当は化粧水の前にやってください。これはね、ほんと最近使った美容液でちょっと一番推したいものだなと思って紹介しました。ただ痛いの苦手な人は本当にやめた方がいいと思う。結構100でも結構チクチクするから、300とかになってきて結構痛いし、700に行くのちょっとまだビビってるんですよ私はそう、本当にでもすごいなんか効果感じるし、口コミもすっごく高かったのでぜひ使ってみてください。はい、じゃあ続いてですね、ファンデーションに行きたいんですけど、ファンデーションね、今月ちょっとね結構いいの多くて、どれ紹介しようか迷ってんけど、どれもちょっと用途が違うので全部紹介していきますが、まずこれ TikTok でも紹介してるので、ちょっと仕上がりの感じとかしっかり見た人 TikTok 見てほしいんですけど、フィーのファンデーションガラスバーっていう、こちらのフィーのファンデーションなんですけど、こんな感じで、あのね、めちゃくちゃツヤ肌にしてくれます。こんな感じ。 TikTok のコメント欄でロム&のベアウォータークッション、私がずっと推してたあのファンデーションとどっちが好きですかって言われたら、ロム&の方が好きなんですけどロム&の方が好きなんだけど、すっごいこれもツヤ出るし、めちゃくちゃ素肌っぽく仕上がるファンデーション。いっぱい塗らなあかんもんあるから、ちょっとこの辺だけ塗るな。ただカバー力はめっちゃあるわけではないです。でめっちゃ崩れにくいわけでもないけど、めっちゃツヤツヤにしてくれて素肌っぽく仕上がるファンデーションです。だからカバーしたい人とかは結構重ね塗りしていただかないとダメかなっていう感じではあるんですけど、でもなんか本当に素肌っぽく仕上げたい人はフィーのやつが今月はおすすめで、ただまあちょっとなんか油分が多めなので、もしかしたらテカりやすい方とかはちょっとテカテカするなって感じるかもしれないし、カバー力物足りなく感じる人も多いと思うから、これに関しては好みは分かれると思う。でも私は結構素肌っぽく仕上がるので、なんか薄付きでいきたい人かはこれは結構選んだりします。で、これも動画で紹介してるんですけど、最近のお気に入りコスメでメイクしてみたっていう動画、つい最近あげた動画で紹介してんねんけど、ウェイクメイクのファンデーションなんですけど、これもめちゃくちゃ優秀で、結構カバー力もしっかりあるタイプで、なんだけどめちゃくちゃつけ心地軽くて、すごいなんか特殊な技術を使ってるらしく、一番崩れにくいいいタイミングで肌にフィットしてくれるファンデーションなのね。そう、そこが計算されて作られてる、なんかそういう設計になってるらしくて、すっごい伸びもいいし、だけどカバー力もめっちゃあって、でどっちかというとセミマットな感じやから、であとめっちゃ崩れにくいんですよ。だからちょっと崩したくないメイクの日とかは結構これ使ったりしてて、でこのねウェイクメイクの専用のねファンデーションブラシがあるんですけど、これで塗るとさらに良くて、これも全顔塗ってるとこ見たかったらこっちの動画見てほしいんですけど、おでこにだけ使うとマジ顔足りひんはいつも思うけど、あのねこのブラシをねぜひ使ってほしいねんけど、このブラシがすっごい綺麗にのせてくれるのと、とにかく本当に薄付きでしっかりカバーしてくれて、まあ、最近どっちかっていうと私はねセミマット系のファンデーションよりツヤっぽいものが好きだから、毎日メイクでは使ってないねんけど、ちょっとたまにセミマットしたくなるなっていう時は最近はこれ選びますね。なんかねお人形さんみたいな肌にしてくれるし、本当にちょうどいい。あ、全部塗ったらあかんねや、もう一個あるからな。ファンデーションでもこんな感じ綺麗じゃないですか。そうセミマット派とか、あと崩したくないっていう人はこれ結構ウェイクメイク今おすすめかなと思います。でもう一個、これは発売前なんですけど、今月号のねボーチェで付録でついてくるので、どうやろう、動画出してる時に売り切れとか、それお気に入りやから月末にこの動画出してると思うねんけど、わからん、どれぐらい売れてるか、もしかしたら売り切れてる可能性もあるかもしれんねんけど、8月末に発売のカネボンコンフォートスキンウェアです。でカラー展開めちゃくちゃあるんですけど、私はオークル A のカラー使ってます。もう本当に美容液みたいなファンデーション、めちゃくちゃ軽いし、めちゃくちゃ伸びもいいし、つけ心地めちゃくちゃいいです。 なんですかこれ美容液ですかみたいな感じの、もう本当に肌と一体化するカネボウの得意の素肌に化けるファンデーションですね。これはこんな感じで、なんか本当に塗ってなくないみたいな感じのファンデーションで、でも、まあ、フィーノンに比べたらわかるけど、同じ量塗ってもこっちの方がカバー力あるです。
カバー力あるです。同じような素肌っぽく仕上がるファンデーションだけど、フィーの方はどっちかっていうとツヤをもっとプラスしてくれる感じやけど、カネボーのは下地でツヤ作って肌のムラとかをしっかりカバーしつつ本当に素肌に化けるみたいな感じで、やっぱでもカネボーさんはね本当にね研究の仕方が、なんか実際クライアントさんに話聞いたことあるけども、やっぱすごいのよね。一つのコスメ作るのにもいろんな設計を考えて、すっごい細かいその技術を使っていろいろものづくりされてるんですけど、もうこのファンデーションはそれが伝わるというか、去年出たあのクリームファンデーションもすごく良かったんだけど、こっちの方がさらに薄付きでいいなって思ってて、多分今期これすごい話題になるだろうなっていう予感がしてるので、まあせっかくボーチェの付録にもついてくるし皆さんに先に紹介できたらなと思って、ファンデーション自体は8月末に発売なんですけど、ちょっと今月のお気に入りに入れさせていただきました。でまあ3つファンデーション紹介したけど、私の使用頻度が高いもので言うとカネボーですね。その次にまあウェイクメイクでフィーって感じでした。今月は今期またファンデーションめちゃくちゃ豊作なんですよ。今期ってかまあこのAW? いろんなブランドさんから先に情報を入れてる感じやと、めちゃくちゃファンデーション出るし、結構どこのも良くて、ヘアメイクさんとかとファンでやばいよねみたいな話してるんですけど、今期ねすごいね話題になるファンデーションすごく増えてくると思います。普段からベスコス強いブランドさんが結構ファンデーション出したりとかしてるイメージなので、まあ、ちょっと楽しみにしててほしいんですけど、中でもちょっとこのカネボーは今年またまたお強いんではないでしょうか。私の動画もしょっちゅう出てくるんじゃないでしょうかってぐらい、本当にこの綺麗な素肌感を作りつつしっかりカバーしてくれる、もう本当に一番程よいちょうどいいとこついてきたねっていう感じの、ありがとうございますっていう気持ちになるファンデーションでした。っていう感じでファンデーションだけでも3つあって、いいファンデーションがすごくたくさん見つかりましたのでご紹介させていただきました。それではそれではちょっとメイクを進めます。さあ続いて眉マスカラ紹介したいと思います。こちらレジャビュのアイブロウカラーの限定色ですね、106番ベイクドオレンジのカラーです。これもメイク動画で紹介したんですけど、すごいね絶妙なおしゃれオレンジカラーで、まあ、手に出すと結構あすごい結構オレンジだねって思うかもしれないけど、なんかこうギラギラしなオレンジで、これをちょっとこう眉毛にこんな感じで毛流れを整えるようにのせると、ほんのりねオレンジがかかってすごいね一気にねなんか垢抜け顔になる。眉マスカラも本当にいろんないいもの出てきて、あれ押したりこれ押したりって私いろいろしてるけど、なるべく新作とかを紹介するようにしてるから、ね、最近だとフジコだったりリーミューだったりっていうのが多かったけど、なんか私どっちかっていうと眉毛の毛すごい柔らかいから寝ちゃうことが多いけど、やっぱデジャブのこのね眉マスカラは地肌につかずしっかりこう立ち上げてくれて、すごい簡単になりたい眉毛になってくれて、しっかりカラーもついてくれるし、ベチャっと感が全くないのでもう大好きなんですけど、今期出たこのベイクドオレンジっていうカラーもあんまりオレンジ眉毛することなかったけど、これ使ってからすっごいハマってて、結構なんか眉毛オレンジにしたいから最近オレンジメイク控えてたけど、なんかまたオレンジメイクするようにしたりとかしてるくらい、ちょっと眉毛にメイクを左右されてるくらい最近このベイクドオレンジがすごい好きなんですよ。ということで眉マスカラは今月はこれでした。では続いてアイシャドウ。アイシャドウはカラーっていうよりものがすごいいいなと思ったのがこちらですね。これも動画で紹介したのとは違うカラーなんですけど、ウェイクメイクのアイシャドウです。これは何番なんだ、これなんか品番がさ書いてないのよね。それだけほんと美容油系 YouTuber 泣かせやねんけど、このオレンジっぽいやつで、この前動画で紹介したのはこっちのピンクっぽい方やってんけど、こっちでメイクは仕上げてる動画がもうすでにあるので、ピンク系見たい人はそのさっきのこちらのお気に入りコスメの動画見てほしいんですけど、今日はせっかく眉毛オレンジにしたのでこちらのオレンジパレットで使っていくねんけど、なんかこれパーソナルカラー別で出てるらしくて、パーソナルカラーで悩む方とかも選びやすいようなパレットになってるっていうのと、あとまあこんだけ色が入ってて本当に捨て色がないんですけど、なんかどうやってメイクしたらいいかわかんない人はこの縦で仕上げると必ず可愛くなるみたいな、メイク初心者さんにもすごくおすすめのパレットになってます。なんだけど私はそういうのは古蒸ししていつも好きなように使ってんねんけど、今日はどう使おうかしら。今日はですねこのカラーなんかどう使っても今っぽく可愛く仕上がるのよね。まずなんか最近の私の中のこのパレットを使うときは必ずちょっとこのアイボリー系のカラーとかでまず目元を綺麗にしちゃいます。はい、お掃除お掃除
隅とかどっか行ってくださいっていう感じでお掃除させていただきの、同じカラーで涙袋も森の、すごいね、発色がいいのと、あの韓国アイドルのようなこう涙袋存在爆発みたいなメイクが簡単にできます。んで、まあ好きなちょっと薄めのオレンジこの辺とかを取りつつ、こんな感じ。やっぱ B アイドルはさ、多色パレットっていうより4色パレットやから、なんか結構最近だと、ここ使いますね、メイクパターンが色は変えるけども、アイシャドウの塗り方みたいなのが結構こうワンパターン化してきちゃうなっていうのがあって、久々にこう多色パレットとかを使って、なんかアイシャドウの塗り方変えるだけでやっぱメイクもまだまだこう幅広げられるなって思って、なんか自分がこういろんな新商品考えるにあたっても多色パレットは使っていくべきだなって最近思ってんけどそう、なんか本当にこのウェイクメイクのパレットに出会ってから全部色が淡い感じの色やから失敗がまずないんですよね。なんか恐れずにできるし、そう、どう塗っても絶対に可愛く仕上がるから。でもこれ使うと絶対にメイクが濃くなるんですね、私。もう涙袋の影とかもなんか同系色でシャシャって描けちゃうから、今ここで影描いたんですけど、なんか顔にまとまりも出るし、ちゃんとこういう薄いブラウンとかも入ってるから、まあこういうので目の際とか締めてあげたらしっかりメイクも締まるし、本当に何回も言うけどどう使っても盛れるカラーすごい好きで、でまあ最後にラメとか好きな人とかはこの辺の偏光ラメとかを手でまぶたからね散らすように、中心に散らすようにこうやって塗ってあげて、最近はこういう濃いめのカラーで最後ちょっと目の際アイラインっぽく締めてあげます。なんか私の最近のメイクの気分は淡い色でちょっとたくさんグラデーションを作ってぼんやりぼんやり大きく見せていくみたいな、なんかあえてそのなんかアイボリーとかちゃんと下に引いてちょっとこう腫れぼったい目にさせて、締めるとこ締めてってすると柔らかく大きな目になれるから、それが最近好きでよくやってます。あと私これともう一個ブラウンも持ってんねんけど、よく使ってる2色はこちら2色でございますね。でこっちのメイク見たい人は動画そっち見ていただいてって感じだけど、めっちゃ可愛く仕上がるので多色パレット1個持ってて損はないと思うのでぜひチェックしてみてほしい。これも9点で買えます。で最近すっごいね面白いね涙袋コスメを見つけたって TikTok で紹介してんけど、こちらなんか本当に知らないブランドだったんですけど、まだなんかできたとこの中国ブランドみたいなんですけど、透明っていうとこのきらめき涙袋ライナーの、私の好きなカラーは TT02 番のプリンベージュっていうカラーなんですけど、なんかまあちょっと出し方がねこう振って出すタイプなんでなんか出にくくて、ちょっとそこだけあるやねんけど、面白くてこれなんかこんな感じで斜めカットになってるんですね。でなんかすごいうるうるキラキラで、なんかちょっとこう透け感のあるキラキラで、ちょっとあえて下はマットだけで仕上げたんですけど、これをこんな感じに涙袋の中心にのせるとやばくない？はいはい爆発って感じで、普通のグリッターとかだとラメだけがキラキラキラってのるんだけど、これはなんかちょっとこう透け感があるベージュで透明感出しつつ、このウルッと感がこう涙袋をすごく偽装してくれるっていう感じで、でなんかこの斜めカットがまた新しくて塗りやすいのよね、すっごい。で私はこの斜めカットを生かして、このちょっとアイラインのこの下に来るところにもちょっと白目拡張するような感じでラメを入れたりとかもするんですけど、すっごいこれ1個で別人ぐらい盛れるの多分ネット販売しかまだしてないくらいね、まだちょっと見たことがないんですけど、お店では他にもねあと2色あって、でプラスあの下まつげ描くラインとかも売ってたので、ちょっと新しいブランドですごい発想が面白くて盛れるなと思ったので、すごい好きな人多いと思うので紹介しました。そして続いてこれもやばいっていうまつげ下地やねんけど、こちらピメルのパーフェクトカールロックベースなんですけど、マスカラ下地ですね。これはあのアリちゃんの嘘つきマスカラから待望の今度は下地が出たということで、先にちょっといただいてて使わせてもらっててんけど、まずこういうの何がすごいって、大体こういった系の下地ってなんか白くなるやん、でもなんかすっごい透明で全く白くなんないので、すっごいカールもちゃんとキープしてくれて、なんかねちょっとね透明なのにまつげの存在感がグッと
これだけで上がるんですよね。まつげもなんかこう綺麗に整列してくれて、こっちだけ今塗ってんねんけど、存在感上がりませんか？で、本当にどんなマスカラと合わせて使ってもすごい相性が良くて、デパコスで言うとあのエレガンスのまつげ下地って私すごい優秀だなっていつも思うねんけど、そんな感じ。え、これ1000円ちょっとで買えちゃっていいの？みたいな、めちゃくちゃクオリティの高い、でもさすがアリちゃんっていうようなマスカラ下地でした。いつもさ、アリちゃんの好きマスカラさ、すっごい人気で早く売れちゃったりとかするから、ちょっと動画出る頃にどれぐらい在庫があるかちょっとわかんないんですけど、本当にいいんですよ。もうなんか持ってるマスカラをこう底上げしてくれるような、もう本当に円の下の力持ちみたいな感じで、本当にあの全てのマスカラのパワーを上げてくれる、そんな素敵な下地なので、本当にこれはなくなったら絶対リピートすると思うし、結構殿堂入りって早くも思ってます。めちゃくちゃ良かった。今月それによく合わせたマスカラなんですけど、最近ね、Q10で買って届いたエチュードの、エチュードハウスのカールフィックスっていうマスカラ。これと一緒に使うとね、すごい綺麗なの。まあ、1本で塗ってもこれも綺麗かってんけど、アリちゃんの下地使ったらより綺麗になるって感じで、なんかスーンとまつげを伸ばしてくれる。え、自分こんなまつげ長かったっけみたいな。なんか最近私漆黒のマスカラあんまり使ってなかったんけど、それこそまあ B アイドルがクリアブラックとグレージュしかなくて、まあ確かになんかアイシャドウの存在とかをマスカラがちょっとかき消しちゃう感はあんねんけど、まつげの存在を爆上げしたい時とかはやっぱ黒だなって思うし、最近村重杏奈ちゃん、まあ、NMB で一緒に活動した時期もあんねんけど、村重がたまにまあテレビ局とかで会ったりとか、それこそ TikTok 見てたらもうめっちゃ村重今テレビで出てるやんか、もうすごいやん、すごい売れて、ほんまに面白いしすごいなって、もう大尊敬って感じやねんけど、その村重がどんな写真見てもどんなテレビの写り見てもめっちゃくちゃまつげ上がってて、もうジュイーンみたいなまつげしてて、このまつげすごいなって、私も村重みたいなまつげ欲しいなって思うねんけど、なんかその村重のまつげ見てるとなんかどうしても盛りたくなるのね。 TikTok 見てたらなんか村重が出てくると面白くてさ、全部見ちゃうからさ、もうなんか私の TikTok 村重ばっかり出てくるわけだからさ、1日1回は村重のまつげ見てんねんけどさ、ほんまどのテレビ見てもどの映像を見てもどの写真見ても村重のまつげマジですごいの。あの村重のまつげになりたくてちょっと漆黒マスカラにハマってる。いやでもね、多分元の長さから全然違うのよね、彼女のまつげは。うん、で、これは一緒にこの9点で買うとピンセットがついてるセットもあったので、ちょっとこのピンセットにマスカラちょっとつけて、でさらにこんな感じでつまんでちょっと束感出していきます。こんな感じで、多分村重も束感作ってんねんな、あのまつげ。で、村重は本当に顔が可愛すぎるよな。私 HKT さ、できた時にさ、あんなキャラやしさ、 NMB に兼任してくれてた時もあって、村重一時期 NMB にもいてんけど、 NMB 兼任してた時なんてもう完全いじられキャラやからさ、あんま言ったことなかったけどさ、私 HKT できた時にこの子一番可愛いと思ったの村重やったもんな。めっちゃ可愛い子いるって言って、HKT に超可愛い子いるって言って、なんか握手会かなんかで初めて会って思って、お母さんに言ったもん。 HKT にめっちゃ可愛い子入ってきたでって。まさかあんなキャラやと思わんかったけど、ほら存在爆上げ。なんか私めっちゃ今これめっちゃダラ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 いろんな話してるけど、今から東京行かなあかんねんな、結構時間やばめっていう感じで、マスカラはねこの2つがすっごい好きだったっていう話でした。では続いてチークはこちら、セルブっていうとこの、私がすごい好きで、あの関西コレクションとかでもよく歩かせてもらってる、あのダーリッチっていうお洋服のブランドの斉藤咲さん、 YouTube もやられてるんですけど、咲さんがプロデュースしているコスメブランドで、パキがめちゃくちゃ可愛いんですけど、このセルブっていうとこのコスメをたくさんいただいたんですよ。でいろいろ順番に使わせてもらってんねんけど、中でもこのチークがね毎日使うくらいお気に入り。セルブのフォギーベールブラッシャーの、私が使ってるのは01番のダスティというカラーです。なんかね、このチークはね、本当にお人形さんみたいに淡い可愛らしいほっぺにしてくれながらも、なんか肌がすごい綺麗に見えるチークなんですよね。ついついなんか濃く塗りたくなっちゃうような、お鼻とかにも塗りたくなっちゃうようなチークで、4色ぐらい展開があって、全部こういう淡い感じの色なんですけど、私は中でもこの01番のダスティを一番よく使ってて、なんかピンクメイクしてもオレンジメイクしてもブラウンのメイクしてもこれ塗ったら可愛いみたいな、すごいなんかこう間を取ってくれるような
ものでよく使ってますね。大好き。で、ファンデーションもめっちゃ良かったし、アイシャドウもめっちゃ良かったし、リップもめっちゃ良かったしって感じで、どれもすっごいいいものばっかで、全部可愛かったので、またちょっと順番に動画出していきたいなとか思うんですけど、中でもこのチークの使う頻度がめちゃくちゃ高いです。そして続いてリップ。リップはこちら。なんかこれすっごい可愛かったの。ジュディ・ロールのリップジェリーの02番なんですけど、なんか久々にこういう系使ったなと思ってんけど、これも TikTok で紹介したんだけど、こういうチューブタイプの、いわゆるグロスみたいな感じのリップです。まあ、ティントとかでもないし、なんか色持ちとか全然良くないねんけど、昔はこういうグロスすごい流行ったよね。私がメイクしたての頃とかのリップは、こんなんばっかりやって、特になんか一番買ったので言うと、魔女魔女のこういうグロスめっちゃ使っててんけど、なんかそれを思い出させてくれるような、久々のこの質感。もう全く色持ちも良くないし、マスクにも絶対つくし、あれやねんけど、でもめっちゃ保湿してくれるから唇にはすごいいい感じがするっていうのと、本当にチュルチュルで可愛い。ただちょっとね、化粧品って感じの匂いはするんですけど、昔のグロスを思い出させるようななんか味はするんですけど、でももう本当に可愛くないですか、このチュルチュル系。でもグロスなんだけど、ベッタベタっていうよりなんかちょっとオイルっぽい感じで、唇の上がスルスルする感じで本当に可愛くて、もう機能面で言うとやっぱもう最近ティントとかすごいたくさん出てきて、いいものいっぱいあるから、やっぱもっと色持ちのいいものだったりとか、マスクに使わないようなものとか選んでたりするけど、でもなんか長時間じゃなくてパッて撮影する時とかはちょっと手に取ってしまうような、使い心地もすっごいいいし、見た目がめっちゃ可愛いリップで、なんか使用頻度がすごく高かったなっていう印象です。なんか最近のね、私の好きなリップで言うと結構チュルチュル系が好きですね、マットより。まあ、マスク生活がだいぶこう落ち着いてきてかな、結構チュルチュルさせてることが多いです。なんか最近はよくわかんないんで、前髪が伸びてきてこんな感じで、ちょっとバーコードっぽい前髪にしてるんですけどこんな感じでコスメは以上で、続いて日焼け止め。こちら最近ね、もう絶対にリピートで買おうと思ってる日焼け止めがこちらのニベアの UV ディーププロテクト&ケアジェルっていう SPF50+ の PFO+ のジェルタイプの日焼け止めで、こんな感じのめちゃくちゃ伸びが良くてみずみずしい感じの日焼け止めで、本当にスーッと肌に馴染んでくれるから、本当に体の日焼け止めめっちゃ嫌いなんですけど、これだったら塗る気になる。で、塗った後本当に肌がすごいキュッとしっとりしてくれて、もちっとしてくれるから、なんか自分のこの辺の触り心地もいいから、最近の日焼け止めはねこれを使ってることが多いし、宮古島でも使ってたんだけど、これはなんか海に入る時じゃなくて普通にお外出かけるときに使ってたけど、あの砂浜とかで使うとすっごい砂がついたから、そこだけ要注意やねんけど、なんか普通に街中歩くのにはすっごく私的には良かったなっていう日焼け止めで、絶対にリピートしようと思って、これジンジンが教えてくれて、ジンジンがもう赤にこの日焼け止めマジでいいから使ってって教えてくれて、ジンジンから教わって使ってるんですけど、これすっごく良かったっていう話と、あと今月はね、まあちょっと宣伝みたいになっちゃうので、もう嫌だっていう人はここで動画消していただいていいんですけど、でもこれもめっちゃいいので紹介させてください。あのビーチジョンからまたあのコラボ商品をねちょっと出させていただいてるんですけど、こちらビーチジョンビューティーのバストセラムとビーチジョンビューティーのヒップルンスクラブ。こちらはまずバストの美容液です。本当にあの今までバストクリームちゃんと塗ってねとか、バストのマッサージしっかりしてねって言ってきたと思うんですけど、スキンケアするのと一緒でクリームだけ塗るより、やっぱりセラム入れてあげた方がバストの質感も変わるなと思って、まず見た目がすごい可愛いじゃん。出してみるとまあこんな感じやねんけど、このねつぶつぶをのカプセルが入ってるから、これをこう潰すような感じで塗っていただきたいんですけど、なんかねクリームだけやとすごいしっとりハリ感が出るって感じやけど、セラムを入れると中のなんかこう水分感が増える感じっていうか、みずみずしいプルンとした感じになるから、私はねこれとクリームと今両方使って2層で使わせていただいてるんですけど、セラムの方も若干なんだけどラメが入ってて、なのであの夏場とか肌見せする時とかはバスト以外にもちょっとこんな感じで。デコルテ部分とかに塗ってあげるとすごいキラッと綺麗に見えるし、やっぱさお風呂上がりとかベタベタしてクリーム塗りたくないよっていう人は、夏場はこのセラムだけでもいいかなっていうので、まあ両方使った方が私的には効果はあると思うんですけど、でもベタベタが嫌な人はこっちだけでも塗った方がいいかなっていうので、あの前にねピーチジョンにこの商品あったんですけど、今はもう廃盤になっててなくて、それがでも私すごい良かったからちょっと改良させてもらって、ビタミン系の成分とか入れつつ、匂いとかも変えてもらいつつっていうので、保湿成分もアップしたようなものを、あとキラキラ感もアップしたようなものをピーチジョンのコラボで今回作って、
今販売させていただいております。そう、スキンケアもなんかいろいろ化粧水塗って美容液塗ってクリーム塗ってってやるけど、同じ肌だから本当に一緒で、まあめんどくさいからクリームだけでももうめんどくさいって思う人ももちろんいると思うねんけど、やっぱり私このバストのケアやってる時とやってない時のバストの張り感とか綺麗さが全然違うのね。そう、なんかピーチジョンの撮影が、まあ、定期的に入るから撮影前とかすっごい頑張って2ヶ月ぐらいすっごいしっかりやんねんけど、終わった途端ちょっとこうスイッチが切れちゃって、いつもあ終わったピーチジョンの撮影食べようみたいな気持ちになって、なんかボディクリームとかもマッサージとかもすごい適当になんねんけど、その適当になった時はもう本当に1週間もすれば結果がわかる。なんか張り感なくなってきたなみたいな、垂れてきた気すんなみたいになんねんけど、やってる時はやっぱ綺麗だからやっぱ意味があるんだなと、やってない時期を経て思いますね。で、こっち。これがね、本当に推し商品なんですけど、こちらのスクラブやねんけど、これももともとピーチジョンにあるスクラブをちょっと改良させてもらって、前のやつでもすごい保湿力あってんけど、さらに保湿力アップさせたっていう感じです。香りは、こっちはラブサボンローズっていう香りで、まあローズ系とか。サボンの香りで、こっちはサボンの香りなんですけど、めっちゃいい匂い。既存商品はね、何回か動画でも紹介したことあんねんけど、こんな感じでちょっとなんか弾力のあるスクラブになってて、これもなんかちっちゃいカプセルが入ってるから、それをこう潰すような感じで使っていただいたらいいんですけど、まあ一応ね、お尻用のスクラブっていう風には書いてるんですけど、私は全身に使ってますし、これは今までなんかまあいろんなスクラブとか使ってきて、やっぱ使ってると、すごいツルツルにはなんねんけど、なんかツルツルの後に乾燥みたいなのを感じちゃうから、なんかスクラブしてもっと保湿されたらいいなって思って保湿成分をかなり上げて作ったっていうのと、毎日使えたらいいなっていうので、このままスクラブをこうなじませて使うんやったら1週間に1、2回にしてほしいんですけど、これは水と混ぜて泡立てネットでもみもみすると泡になるのでボディーソープとしても使えるんですよ。だから普通に毎日ツルツルにしたい人は週に1、2回はスクラブのまんま使って、その他の時は水と混ぜてボディーソープとしても使えるので、ぜひそんな使い方をしてほしいなと思います。本当にツルツルな肌になります。わっって、ってなると思うし、やっぱ私座り仕事とかも多いし、あの新幹線の移動とかも多いし、なんかお尻のブツブツが恥ずかしいお話なんですけど気になってたんですけど、それもやっぱこうやってケアしていくと悩みもなくなったし、水着とか着る季節だったりすると思うので、なんかちょっと今日肌見せだみたいな日とか水着着る時とかぜひ使ってみてくださいっていう感じで、今月ちょっと盛りだくさんだったんですけど、たくさんお気に入り商品とか、まあ、コラボ商品も出させていただいて、あとまあ B アイドルのね、秋冬の新作の発表もさせていただいたりとかで、ちょっと情報量多いと思うんですけど、まあこんな感じで今月もいいコスメにたくさん出会いました。ありがとうございました。はい、ということで、この動画が良かったなと思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ではまた次回の動画もお楽しみに。あかりんことしたあかりでした。バイバーイ。